のラジオやらせろ。どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。さあ始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組はですね FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に、31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。各局の放送時間やパソコンやスマホでの放送の聞き方は FM 泉のホームページやおっきの放送局にお問い合わせください。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp です。797は数字でございます。よろしくお願いします。お願いします。さてもう8月もねもう終わりですよ。あなた毎日30度を超えてね、もう猛暑だね。普通に35度ですとかね、ああいう感じですけども。冗談じゃないね。あの俺車乗ると外気温っていうのが出るのよ、うん、あのスピードメーカーあのメーターのところにね、うん、今朝42度でしたマジかと思って。そう、ね、暑い暑い。なんだろうね、もうなんかやっぱロケとかちょこちょこ最近ありますけど、うん、頭痛くなんだよねやっぱちょっと。いややっぱりね、うん、日に当たると体力消耗するから、うん、そんな中俺はもう昨日また釣り行ってるからね黒くなった。また黒くなってますね。黒くなってる。で俺ほら呪術とかしてるんだけど、うん、ここがもう綺麗にこれ日焼けして跡がすごいです ね、 すごいね本当に。いやそれは焼けるでしょ。今回はどのぐらい釣れたんですか。カニ2匹いや しかもめちゃくちゃでかいカニが、うん、俺なんか引っかかったなと思った根がかり、うん、重いとね、うん、いやこれまただと思って、うん、それまで2回ぐらい根がかりしてて、うん、で糸切ってたの頭にくらいの、うん、うわもう何なんだよと思って汗だくになって、うん、ちょっと重いなぁと思って。でも、うん、引っ張るとなんか来んのよ。動きがある。うん。なんか、でっかい布みたいなやつに引っかかったのかなと思って、針が。そして上げてきたら、カニが、うん、カニ、でっかいハサミのカニが、うん、俺が仕掛けた餌をこう、一生懸命食おうとしながら、上がってくるのよ、うん。うわ、カニだと思って。うん、ぬおーって出てきて、そのまま上にポンと上げて。うん、ってやってるわけ、うん、で俺昨日ねだいたい青い染めで釣りするんだけど、はい、青い染め釣り場に置いてたらもう日に焼けちゃって全部死んだろ意外と早めに1時間ぐらいで。もう今出してちゃダメですか、ね、今ダメだね。だあれも絡みますか、ね、本当はクーラーボックスみたいなところに入れとかないといけないんだけど。生きてますからね。そうちょっとこう透明なパックに入ってるから、うん、置いてたらもうすぐ死んで。そうだ、それはそうでしょ。全く動かなくてもなんかぬるぬるしてるだけなのよ、うん、ですぐ切れるし、もうそうなっちゃうとダメだなと思って。で疑似餌で釣ってたんだけど、うん、そしたらカニ引っかかって、カニプラスチック の、 青い染めで。どうなんですか、カニは嬉しいですか。じゃ嬉しいよ。電波ゼロじゃないですかね、うん、でほら娘とかも喜ぶし、ずっとカサ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 、うん、面白かったな。結果にそれが2匹。もう1匹はもう岩場にいたのよ。見えてる。見えてる。ほんで、あ、カニだね、つって、うん。さっき釣ったカニと似てんなと思って。で、その目の前にこの餌をこう垂らしていって。うん、そしたらこう、ハサミで、こう、掴んで、で、そのまま引っ張り上げて。そう、カニ。話しゃいいのになって思うけど。何なん話したら落ちるって思うんだろうね。バカだな。カニがね、釣れました。相変わらず魚は釣れてないんですね。魚は昨日は釣れなかったね。何なんですかその釣り、毎回思います。でもね、なんかその釣り糸を垂れてる時間がいいね。まあそれはね、うん、釣りやってる人はまあそうなんでしょうけど。前回行った時にほらイワシ、うん、イワシは大量に、あ、大量に釣れて釣れたんだよ、うんうん、ようやく釣果がね。そう、イワシもうイワシの稚魚みたいな、要するに5センチぐらいのやつかな、うん、で巻き絵で、うん、つったらもう全部の針にイワシが上がってくるぐらいの、うん、もう内湾だから大群が入ってくる。昔釣ったアジみたいな感じ。そう和歌山のね、うん、でもそんなちっちゃいイワシどうしようもないから、うん、もうバーッと捨てて、うん、それ何時間ぐらいやってるの。それ
何時間だろうな。でも昨日はね、さすがに一昨日ほらしんどかったから仕事も、でまあ本当は8時ぐらいに家出ようかって言ったんだけど、まあ、9時ぐらいに出て、ほんで10時過ぎに着いて、そっから4時ぐらいまでかな。結構やってんね結構やってんね。結構やってんな。でおにぎりとかほらかみさん作ってくれて、それでさ、もう回避できる、車に乗るの、暑い時。いやもうね、釣りしてんのは基本俺だけなので、娘とかみさんは、うん、そこ岩場で結構海入れたりするから。ああ海で遊んで、うん、海でもう水着着て家から行ってるから。ああそうなん。そう、ほんでまあ俺の釣りしてるところを拠点にして行ったり来たりして、そして面白い、あの船虫、気持ち悪いやつね。気持ち悪いやつ、あの海のゴキブリみたいなやつ、 あれがもう猛烈にいるわけよ。いやだね、あれすげえな。何なんだあいつら。あんでゴキブリと同じ動きするじゃん、素早い。なんで水平気なんだあいつら。そしたらさ、娘がもうね、見たら気持ち悪くなるぐらいいるのよ、うん、船虫。張り付いてますからね。そう。びっしりいんのよ。うん、もう、なんだろう、何メートル、10メートル間隔の、うん、あの、テトラポットの裏とか、うん、あとその岸壁の裏とか、こうやって見ると、うん、全部こう、船虫なわけ。黒いのは何だろうと思って見てみる。うわーって船虫なわけ。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いっつって。うん、で娘はなんか強いんだよね。あの、棒を持ってきて。ザザ、ザザムシっていうのね、あるね、なんか。ザザって動く。そうそうそう。ザザムシ退治するんだと思って。強いね。で、その、棒切れ持って、全部ブシャブシャ。で、大量に動くわけで。うん。平気なの。平気なの。はぁ。そう。昨日なんか素手で、あの、シャッってやった。お前無理だろ。俺も無理だから、釣りしてても、岸壁から上がってくるじゃん、スススっつって。でもその都度、ハッて行ったりとかして、人の気配感じるといなくなるから、もう釣りどころじゃなかったな、その船虫で。気持ち悪かったわ。ほんであれ海にポンって捨てると、ちゃんとシャーッと泳いで陸に戻ってくる。泳ぐのあれ。うん。すげえ泳いできてると思って。生命力半端ないよね。すごいよ、あれは。何食ってんのあれ、苔食ってんの。何食ってんだろうな。ほんで、何食ってんだろうと思って、うん、俺、あの、巻き絵を、その、集団の船虫がいるところに、ピシュシュってこう巻いたら、そしたらそこにね、バッて集まってきて、食ってる。食ってる。うわ、食ってるわ、と思って。あいつらは、魚とかに食われないの、うん、多分、だから、泳いで、外にバンってやった時は、海の中にやった時とかは、海にいる時は食われるの。ね、うん、あいつらをほら餌に釣りすればいいんじゃない。いやもう触りたくないもん。あれあの針につけのしんどいわ。気持ち悪い。でいきなりでっかいのいんだよ、たまに、うん、でけえなんだこれっていうやついんだよね。まあ、あの宮城のね方じゃない人はいきなりでかいって言われても、うん、急に大きいのって思う。思いっきりでかいっていうね、あれは昨日だからもうずっとザザムシザザムシっつって。死骸食べるらしいです。死骸、主に魚の死骸や貝の骨肉、海藻類などを食べています。はあ。海岸の至る所に生息し、うん、生物の死骸や釣り餌などを食べてきれいにしてくれるため、うん、海の掃除屋と呼ばれることもあります。はあ、なるほどね。海の掃除屋ね。はあ、そういうことか。だから腐ったもんじゃなくても食べれるから、だから別に普通の人間のご飯とか、だから何でも食べるんですよ。何でも食うのか。だからほら、ああいう釣り場なんて、磯辺の死骸とかいっぱいあるから。魚もね、なんか落ちて死んでたり、光ってたりする。そうそうそう。だそれ食ってんだな。いやー、ね。ほんで荷物の中に入ってきたりするからさ。最悪だよ。マジで。で、靴に登ってきたりとか。ええーつって。靴に登ってくるのはもうお前を食おうとしてる。俺を食おうとしてるよね。いや、すごいな。飲みますっつって登ってくるんだろ。いや、でもね、なんか釣りはやっぱ面白いな。いや、もう連れてってよ、子供。あ、連れてくよ。うん。うん。だから、あいつは翔さんにもらってや、釣りのセット。ああ、そうだ、お前もらってたじゃん。で俺行かねえからさ。行けよ。行けばいいじゃねえか。行けばいいんだけどね、なんかこう、休みの日にね、うん、よし、じゃあ行くぞっていう感じにならないの。ならないの、うん、何してたの休みの日。昼まで寝て、うん、で、
スーパー久々に行ったのよ、うん、したら今お前どうだろう分かんないけど、うん、今スマホみたいなのをカートに置いて、うん、であの商品を自分でピッてやるの。えどういうこと？レジがいないってこと？レジに普通は持ってってピッてやってもらう、うん、あれを自分でやるわけよ。今全部そうだよ。俺びっくりしてさ、あの一個一個ピッてやってあれやるやつでしょ、自分で。そうそうよ。久々に行ったから、え何今こうなってんだ。もうレジのおばちゃんみたいな人がいなかった。まあ何人かはいるんだけど、うん、そのやり方がね分かんない人に、うんうん、そうそうそう言ってくれる人はいるんだけど、うん、焦ってさ、おいやいや、まあ前も言ったかもしれないけど、こうなってくるとそのお店屋さんのコントとかできねえじゃねえかって。まあな、ね、そういやそりゃ仕事なくなるわと。いやなくなるよ、もう全部機械。でもさ、あんなの任せてるけど、うん、ごまかす人絶対いるだろうなって。いやいると思うよ。どうすんだろうねあれ。わかんないけど。ピーとかなるのかな。それ例えばその損と、うん、あと従業員雇ってる額考えるとっていうことなんじゃないの。あ、分かんないけど、お金で換算したらまだそっちの方が、うん、もしかしたらね。ということ、あと良識ある人の方が多いからな基本的に。まあ、基本的にはね、うん、いやびっくりしたな。そうだね、今スーパーそうだね。で結構もう何とも言われてないの、もう結構スーパー行ってないんだけど、うん、結構売り場の位置変わるよね。知らねえスーパーによるわ、それ。百均できてんじゃんみたいな、うん、キャンドゥーあんじゃんここにっつってね、うん、百均は百均で何でもあるしね、何でもあるし何でも買っちゃうしね。100円だからっつってすごいですよ、ね、買っちゃうわ。百均行くとこんないつか使うだろうっていうやつ買っちゃって、これ邪魔だわーって。もう使わないんだよね。使わないのあるよね。お風呂場の鏡のさ汚れをこう、うん、取るスポンジみたいなのがあって、うん、お風呂場の鏡ってどうしても汚くなっちゃうじゃん、うん、あの水垢っていうか、うん、それを取ってくれるあのスポンジがあって、それは使うだろう。一回使ってまたすぐ汚くなるんだよ。そうするともう何なんだよこれって。使わなくなるんだよ使える。予備まで買っちゃうから俺なんか昔から予備買っちゃうからね。1個買ってもう1個必要だなっつって、これなくなる、うん、すぐなくなるしっつって、うん、大体使わない。すごいな、あの品ぞろえ。スーパー楽しいよね。楽しいです、ね、スーパー楽しいわ。スーパー行きたいわ。昨日久々に米田コーヒーも行ってね。うん、白ノワール。白ノワール、仙台にもあるけど、うん、やっぱいいですね。仙台もあるんだ今。ある、米田コーヒー、うん、いいね米田コーヒーは。うちかみさん初めてだったみたいで、うわ美味しい、何これとかっつって。なんか、なんだろう、もうちょっと甘いものすごい量食べれないじゃん。食べれないね。行くのでも食べれる。食べれるよ、ソフトクリーム食ったりとか。うん、なんかもっと食わしたいからいっぱい頼んじゃって、あで食べれなくなって持ち帰りますって。それ毎回やるじゃないですか。毎回やるね。なんですか、バカなの、なんなのいやなんかほら美味しいのって。宮城の人の特徴なのあれ。なんだろうね、なんかすげえ宮城だけじゃないか、でもなんか出すじゃん、うん、食べれないか申し訳ないけど頑張るんだけど、うん、結局食べれないぐらいの食べれないで。そうそうそう、あれはあれでいい、いいんじゃないの別に。お前的にはどうなの、食べれなくてもいい、なんか持って帰ればいいかみたいなのはあるね。食べれなくて持って帰る、うん、お持ち帰り、まあお土産にしようかこれっつって、うんうん、結構残ったけどねだからある程度な、打ち上げとかで特にやりますけど、うん、ある程度食べてまだいけんなって頼めばいいじゃないですか。打ち上げとかはまあ大体俺が注文するけど、あれはほらみんなに腹いっぱい食ってほしいっていう愛情を。残っちゃうのも嫌じゃん。残っちゃうんだよね、絶対残るじゃん、うん、何残してんだよってなるじゃん、うんうん、結局なんかみんなお腹いっぱいで気持ち悪くなってみたいになってるし、お前はお前で残されてるからあーってなってるし、みんな不機嫌で誰も幸せにならないんですよ、うん、あの量。そうですね、やめた方がいいです。思い出作りですね。 そんな苦い思い出毎回作ってどうするのそう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 、連れてくよ、じゃあ釣り。そ
連れてって。おまんちの子供たち、まあ本人らが行きたいかどうかですけど。やったことないんだっけ。あるよ。あ、なんか川でやったのっけ。あっとね、いやまだね、上の子しかいなかったのかな。あの福島のほら、うん、アクアマリンかな。ああ、で水族館ね、釣ってそのまんまあげて食べれるじゃん。はい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 。釣れるのが怖いっつって俺竿を渡されて。釣るのが怖い、うん、なんかね、なんだろうね、あれ虫も怖えっていうし。ああ、イソメ。イソメっていうかもう世の中の虫。あ、ダメなの。ダメだね。じゃあザザムシダメじゃん。絶対ダメだと思うけどもう慣れじゃんあんなの。いやでも同い年の女の子がやってたら多分やるでしょ。そうだからなんかこう先導してくれる、うん、親だともういいからやれよってなっちゃうじゃん、うんうんうん、ちょっともう絶対に嫌じゃん、うんうん、自然にこう入っていける。なるほどね。友達がやってるからやってみようみたいなのあるじゃん、うんうん、そうじゃない。だから俺そのキャンプとかね、うん、そのあんまり自粛とかで行けないから、うん、そういう方そういうんだったらいいのかなと思って考えたんだけど、うん、あダメだこいつら虫ダメだから、うん、その要はグアムとか行っても、うん、バーベキュー食べてても、うん、ハエとか来るじゃない、うん、そうするともうダメなのよ。え？さ虫止まったからみたいな。嘘。うん、はっつって。へえ。お前虫止まったのうめんじゃねえかと。いやそれは違う。もうバーベキュー行くと家だと嫌だけど、うん、もう外で食べるのってハエ止まったぐらいじゃ食べるじゃん、うん、別に。別に全然平気でしょ。もうそれが虫いるからもうなんかやだ。へえ。感じだから。そうなんだ。いや東京の子ってこうなのかなみたいな感じだけど、まあ虫に触れる機会が明らかにね、うん、地方のことは少ないから、うん、カブトムシとかは。カブトはどうなんだろう、大丈夫なのかな。バッタとかは、まあ、わかんないな、どれが OK でどれがない。でもカブトムシ取りに行きたいみたいなことは前言ってたかな。あ、そうなの。で家にちょっとちっちゃい虫入ってくると大騒ぎが。コバエとか。小林は分かんないけど、なんか雲とか虫いる虫いるみたいな。いやお前こんなバンってやれよって。はあ、はあ、ちっちゃいのやんないんだ。やんない、怖い。は、今それ怖がってたらやばいな。そうだからうちも家族でダメだから。あ、奥さんもダメなの。うん、へえ。もうやパパですよ。あ、じゃあお前がやるって全部。うん、まあ、お前やっぱやってくれるもんな、一緒に住んでた時も。やってくれって俺だって嫌だけどさ、誰もやんなかったらやるしかない。ゴキブリ喜んで退治してたし。喜んで退治してねえ、お前がやんねえから。ゴキブリはダメだな。でもちょっと、もしかしたらあのザザムシを見ると、ちょっと慣れるっていうか。あれ、もうなんで足いっぱいあんだよ、あれ。足いっぱいあんだよ。いらねえじゃん、そんなに。いるか。ちょっとね、でも面白かったよ。いや、ザザムシ遊びしに行くか、今度な。もう連れてってザザムシ遊び、うん、もうちょっと強くなって連れてけよお前が。いやちょっと申し訳ないけど、なんでなんなんで俺お前んちの子供いつも後ろ乗せて走んなくちゃ走り回るしお腹すいたとか言うし、その都度コンビニ行ってお前おにぎり食わしてお前うちの娘は、え、今食べんの？お前んちの子供だけ店出た瞬間おにぎりむいてこい。じゃあ、ここで食べない、後で食べよう、あっちで食べよう。でも、お腹空いてるから、食べるよ。男子はそんなもん。男子なのかな？男子はそんなもん。あっちで食べようよ、つって。走り回って、店の中も。ひょん、バカだから男の子。怖いよね、でも。だから、海に落っこってもさ、浮くやつ、うん、あのジャケットみたいな、うん、うちは着せてるけど、うん、いやそれあれは着せなきゃだろ。 もらってるから。あれそれもらってんの。それも、うん、それと釣り竿、釣り竿もらってる、うん、じゃあまだその釣り竿使ってないんだ。相川翔さんからいただいて。使ってない。もったいないな。どっか行ったかな。どうなんだろう。いやバカじゃねえのそれはさすがにいやいろいろね、あの連れてった方がいいよ、経験として。いやだからそのね、俺いない時はすごい海連れてったりとかしてるんだけど、うん、誰が。嫁さんとその、うん、いとこというか。あ、そうなんだ、うん、へえ。
釣りはそんなしてないかな。川遊びとかやってんだけど。うん、魚は食えんの？どうだろうね。上の子はそんなに。だけど、その福島でやった時は食べたから。うん、あ、食ってた。うん。だからその環境とかもあるじゃん。みんなで、なんかそういう、なんていうの？野外学習みたいな時は、うん、食べたりしてたみたいな。あ、そう。そうそう。そういうのをやらせたいなと思ってんだけど、ほら、俺じゃないよ。お前がやんねえから。俺じゃないじゃないで、お前。大体父親がこう、俺もそうだよ。釣りは父親が連れてってくれてたから、石巻の時。わかんないけど、俺も釣りはすごいしたいし。うん、ただ、なんだろうね、その。今面白いよ。磯目みたいな、ほんと疑似餌があるから。いや、もうそれでいいわけでしょ。それで食うやつは食うからね。うん。うん、やった方がいいよ。やりたいよ、ね。まあそんなにな、近場で。ちょっと、あれだけどさ。東京、都内だとなかなか難しかったけど。うん。でも、走って1時間だよ、車で。1時間走ればすぐ着くから。まあね、別に。だからね、ちょっと連れてってほしいんだよね。連れてけよ、お前が。連れてってほしいんだよね、じゃないよ、お前。誰かとの子供を後ろ乗せてお前大騒ぎしてんの。多分1時間ぐらいで帰りたいなって始まるんじゃないかな。そうなんだ。わかんないけど、うん、まあでもそこは海遊びできるからすごいいいんだけど、ね。まあ、それがあるからね、うん、釣りよりもそっちになっちゃうから。そうで、ちっちゃい魚がもううじゃうじゃいるから、もう海見える、いっぱい泳いでるから、うん、それにこう餌やるとか、うん、それだけで面白いからね、うんうん、食いつきいいし、うん、超過を期待してるんだったら、ちょっと勘弁してほしいけど。でも釣り楽しいなってなるのは釣れてなんぼじゃないですか。まあ、釣れてなんぼも面白いけど、それだったら多分船とか乗って行った方がいいよね。ただそんなさ、でっかい魚何匹も釣っても、そんな捌ききれないし、どうすんのこの魚ってなるじゃん。2、3匹釣れたら楽しかったねって、ね、うん、そうそうそう、終われるからね、うん、で別にその氷ジャガジャガ持ってさ、でっかいクーラーボックス持って今日の夜飯にとかっていう考えでもないし、うん、帰りどっかほらお店でご飯食って帰ろうっていうタイプだから。だからその場で焼いて食ったりすればいいんじゃないの。いやでもそれやっちゃうと もうそっちメインになっちゃうでしょ。それバーベキューっていうか。でもそんなもともと釣れないわけだ。もともと釣れないから、その火を起こしたり、まあ、バーベキューみたいなセットを用意するんだったらもう肉とか買っていっちゃうしね。その場で焼いて食うっていうほど違う。もうそんな本格的じゃなくて、うん、一人用の七輪みたいなのあるじゃない。あるけど、あのぐらいでやるぐらいの。どうなんだろうな。磯目、さっきまで磯目食ってたやつを目の前でこう焼いて食うかな。まあでも顔まで食うわけじゃないから、ね。まあね、うん。いろいろあるんで、やり方は。まあその釣りっていう行為が面白いなと思ってね。まあね。経験させておいておいよ、だからせっかくだからね。ね、うん。釣り竿もらったわけだから。まあね。相川翔さんから。ね。ね。まあ、なかなかないです、ね。そう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 。サンドウィッチマン。ラジオ。さて、うん、ということで、もう毎日ね、本当に猛暑続いておりますけども、はい、この間北海道ね、ロケ行ったらね、すごい涼しかったね、やっぱりね。夜は寒いぐらいだったでしょ。まあそうですね。まあ、日中は普通に暑いなと思いましたけど、でもそれでもね、やっぱりカラッとしてますよね。カラッとしてんだよね、その東京の酷暑とは違うじゃん。っていうんじゃないからね。そう。まあ自然が多いっていうのもあるんでしょうけど、ジメジメしてないっていうかね、うん、なんかそれが心地いいわ、やっぱりな。うん、楽しかったな。なんか子供たちも川遊びしてたりとか、うん、うん、なんかああいうところでこう、まあ宮城もね、東北もそういう地域はいっぱいあるでしょうけど、うん、なんかああいうコンクリートジャングルで過ごした幼少期とかと比べると、やっぱこう山とか川とか海とか入って過ごした方が体も強くなるような気がするね、子供たちは。まあね、うん、何せ虫怖いとかやめてほしい。虫怖いなぁ、虫怖い。怖いよ、俺らだって怖いけど、うん、ある程度じゃん。
そうだね、うん、そこはね本当にカブトムシとかクワガタとかセミとかさ、うん、あんなのって昔触れたじゃん、うん、余裕で、うん、セミなんか素手で触ってバッタも、うん、少量バッタとか、うん、でっかいバッタほどあの楽しかったじゃん、うん、でっかいこれとか言って、うん、今も気持ち悪いよほんとなんか足いっぱいあんのダメですよ。足いっぱいあるからあいつら裏側は気持ち悪いじゃん、うん、足2本だったらもっと気持ち悪いそれはそれで立ち上がって歩いてるから歩かれてもっていうのがある、うん、はい、これはいつオンエアですか。825です。825はそうじゃ、じゃあただいまコント中を見てもらわないとね。あ、そうだ、ちょっと告知しないとね、うん、8月29日のですね、夜9時から、うん、ただいまコント中というコント番組、はい、コント番組フジテレビ系列でありますので、うん、これぜひね皆さん見ていただきたいなと思います、うん、まあなかなか、昨今では珍しい、オールコントの、まあ、豪華メンツでやってますよ、ね、うん、うん、ぜひぜひ久々に、あ、こういうの久々だなコント番組って思うと思うんで、うんうん、2時間以上あるね、はい、番組なんでぜひ我々も全力でやってますので、はい、見ていただきたいなと思います。8月29日、はい、ぜひご覧ください、はい、はい、ということで、このまた来週ですね。そうですね、はい、宛先もう言わなくて、あ、そうですね、メールください。あの番組、まあこのラジオ聞いたでもいいですし、うん、あとはそのコント、ただいまコント中のね、感想もください。宛先はメールアットマーク fm797.co.jp、メールアットマーク fm797.co.jp です。797は数字でございます。ぜひただいまコント中のメールいただいたら嬉しいですね。はい、はい、うん、ということでまた来週です。さよなら、サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらせろ。